18時30分からジム入ろうかなと思ってる。あ、じゃあ30分前僕も一緒に入っていいですか？今日ちょっと調子上げていきたいんで、体結構汗かいてからスパーリング入りたいなと思ってるんですよ。腕玉さんはどつ、今日はあのドレさんとのあれだよ。ぷっぷくぷー、ありがとう花火。うん、アップしたいですね。超可愛かったでしょ、俺のプクプありがとう。騙されたらダメだよと、可愛いからって花火投げちゃダメだよ。全部俺に投げて。睡眠しっかりとった、うん、俺の配信なんか大したことない、いつでも聞けるんだから。俺の配信はいつでも聞ける、毎日やってるんだから。なんだって、昨日秘密買いました。おはようございます。おはよう。読んだ秘密、面白いよ漫画秘密ね、古谷実の秘密。あれはでもね、あの子供が読むものじゃないよやっぱり眠いので寝ます。おやすみ、ありがとう。アイテム海鮮盛りかな、うん、海鮮盛りありがとう、匿名さん。どうやって勝とうかな。なんかインファイトが鍵な気がしてきたんだけど、インファイトのやり方が全くわかんねえ。なんか俺もヒカルくんもテルもインファイトでぐちゃぐちゃになるんだよ。インファイトって高等技術なんだな。ジャブとかストレートとかさ、ミドルレンジの戦いばっかりやってたから、ミドルレンジはまあ、だんだん分かってきたけど、インファイトが全然分かんねえ。殴り合えばいいんだけど、なんかね、棒立ちになってるんだよね、ヒカルくんも俺も。でも、多分ね、多分なんだけど、重心低くして、スタンス広げて打ち合わないと、多分効かねえなっていう。ただ、キックボクシングの場合、重心下げていいのかとか、わかんないから、いろいろ今日試そうかなと思って、インファイトちょっと課題ですね、僕。足開いて。なんか、ドレさんと達彦さんがインファイト上手いんだよね、やっぱ。体重乗せて打ててるんだけど、俺らはそれできてないんだよ。パカパカ殴り合ってるだけなの。私も夜毎日配信やってるよ。あ、そうなんだ。へえ、配信者なんだ。じゃあ突した時コラボしようよ。突した時コラボしよう。おはよう、テリヤキチキン。おはようございます。気持ちです。玉砕覚悟でシャドウのように、踏み込んで打ち込みます。うん、気持ちだね。うん、もう気持ちしかないよな多分な。いや気持ちは別にないわけじゃないんですけど、なんか動画で見るとヘッポコなんだよな、ヘッポコ。動画で見るとヘッポコなんだよ。どうしたらいいもんかだよ。昨日何時間、3時間半カラオケいたかな。昨日は3時間半ぐらいやってたと思う。またコラボ仕方わかんないからレクチャー。コラボって違うよ、ただ一緒に2人で会って枠を開くだけ。お互いがコラボのやり方と、コラボ配信とコラボとかそういうのはやんないよ。なんかそういう設定の問題じゃなくて、会った時にお互い枠開いて放送しながらなんか飯食ったりとかするみたいな、そういうのをコラボ配信っていう、そういう意味だよ。こうやってやった時一番良かった。いや、良くないよ、全然。あれは技術差があるだけっすよ。ちょっと水取ってくるわ。
おはよう。なんか、こうやっていうか、なんか、体がわかるじゃないですか。客観的に見てなくて、今の自分が、まあ、体調がまあ、ぐらぐらあるけど、技術的に気持ち的に、とか、パフォーマンスこれくらいできるだろうなっていう、マックス。で、調子悪かったらこれくらいってあって、で、別になんか、荒野は、なんか正直負ける気がしなくて全然あれだった。っていうか、やっぱ相手がつ、あい、あい、なんて言うんだろう、セックスみたいなもんなんだよな、格闘技って。相手によって違うんだよね。今日は夜の7時。だから、なんだろう、荒野とはいいセックスできないよね。ね、2回やったんだけど、公開スパ。どれのチームの、どれさんのチームの公開スパで2回やったんだけど、1回目がぐったぐだで、2回目が6割ぐらいだと思ってんの。1回目が40%とか30%で、2回目、なんか褒められたけど、あれ本当に調子悪かったの。今日こそは、まあ8割とか7割ぐらいのパフォーマンス出したい。ヒカル君も多分調子悪かったんだよな、あの日。動き見てて、調子悪そうだなと思った。配信はないんじゃん。なんか、配信は、なんかやっちゃいけないって言われてるから、動画を撮る、俺は。どっかの枠でやるんじゃん。便所さんとか、金梅さんとか。俺は動画撮って家でまた反省会やるけど、YouTube 用に動画撮って。6時半にはもうリング入れるんですか？辰彦さん。レンタルしたの7時から。入れるんだったら中で、別に外でアップする感じでも全然構わないんですけど、ストレッチしたり。どんな感じなんだろう。
前すいません。え、何が？ユーホデスマスいらっしゃい。頑張りまーす。通知来なかった？今日。なんだろうね。通知設定入れてるけどね。今日来なかった？なんだろう。佐口恭平面白いよね。あの人は本当に才能あると思う。病気らしいけどね。ツイッターで気がついた。バダハリ？バダハリね。ミスケおはよう。え、ボンちゃんいらっしゃい。おはよう、美穂さん。おはよアッキー、おはよう。おはよう、みんな。おはよう、ジュンさん。おはよう。今日はね、夜の7時からまたスパーリングです。ダメだ、これ参考になんねえな。早すぎる。このジャフの威力ない。ウエトさん、ハートありがとう、ワドツ。ありがとう。どうやったら勝てるかね、みんな。どうやったら勝てるかね。難しい。ああ。もう早く終わってほしい試合。あと2週間。ああ。受けるんじゃなかった。こんなん受けるべきじゃなかったよ。ほんと試合は最後まで、練習最後までやるよ。やるやる。いや、マジで結構ちょっと後悔してるよ。スタミナで、まあ、テルチャンピンがスタミナ切らすことは多分ない。練習1時間半みっちりやってて、スタミナ切れなかったって言ってたし、問題は俺のスタミナだよな。あいつはスタミナ切らすことないね。ああ、マジナーバスだよ。やだ、本当にやだ。マジで嫌だよ。
俺やる。運動したことないぐらい運動音痴だよ。勝てるとか負けるとかじゃなくて、なんて言ったらいいんだろう。もう試合が怖い、とにかく。もうずっと試合のこと考えてるから頭おかしくなりそうだよ。本当に。三代目のボーカルに似てると。いや、俺三代目が見たことない、一回も本当に。だからわかんない。だって三倍目光の三倍目って三代目から来てるんでしょ、あれ。最初は三代目から、三代目だったんだよね。それが三倍目に変わったって聞いたよ。光くんから。そう言ってたよ。試合終わったら達成感すごそうだね。やってみないと分かんないよな。経験したことないから、どんな感じなんだろう。まあ、頑張ってしか言えないよな。分かる。どうしろっつうんだよな。デビュー戦、気合で倒すつもりでいけや。余計なこと考えな。考えてるよ。でも実際不安だし怖いし、別に思ったこと言って何が悪いんだよ。俺だって考えてるよ、倒すつもりで。殺す気でやってるよ。引き分けはない、引き分けはない。考えるより大変っつうかね。言うのは簡単だけど、やるのは大変だよ。なんだよ、ライトでつけっぱなしじゃん。ワドさん、 LINE 教えて。俺 LINE 公開してるって。 LINE プロフィールページに書いてあるよ。教えてじゃなくて。おはよう。ライトつけっぱなしじゃねえかよ。いつからついてたんだろう、これ。みんな知ってるよ、逆に。リスナーさんはみんな知ってるよ。普通に LINE 来るもん。4次元リュック。いや、これすごいよ。やっぱ多機能だよ。ポケットの数が半端じゃないからね。やっぱ考えられて作ってる。すごい丈夫な素材だし、買ってよかったよ。リュックサック、これ本当にいいよ。バックパッカーが使ってるやつ、登山用のリュック。これがなかったら旅配信成立しないぐらいすごい重要なアイテムだね。旅配信やる人はリュックに金かけた方がいいと思う。俺は2万6千円だか2万7千円だかのリュックだけど、ワン太郎は5万円ぐらいのやつ使ってるし、高いやつ買った方がいいよ。俺はカリマーっていうのが一番良かったけど、売ってたやつの中では。カリマー使ってるけど。
すごくいい。2万7000円、これは。おすすめだよ。背負ってても10キロぐらいの荷物背負ってても楽。ルキホさん、おはよう。 LINE の友達300人ぐらいだ。匿名さん、いらっしゃい。新宿の高島屋の向かいぐらいにある、なんて店なんだろう。店の名前わかんないんだけど、登山とかのお店、ピッケルとかが売ってる。ピッケルとかなんか登山用の靴とか、まあ登山全般、テントとか。で、そこで、ふらーっと買った。前の日に、旅配信の。モンベルか、モンベルと何だっけな、モンベルとブラックなんとかと、あとカリマー、3つ選んだんだけど、カリマーが一番、そのポケットがすごい、まずフィット感が良かったのと、ポケットがすごい出しやすかったの。で、ここにバッテリー積んでとかいろいろ計算して、何よりもでかかったの、こう腰ベルト。腰ベルトのところにポケットがついてるのが良かった。ラインはあれだよ。俺にスタンプ送った人しか承認してないよ。グレゴリーっていうのもあるの。まあ、俺はカリマーっていうのが、俺はあんま詳しくないからね、ちなみに。カリマーが一番良かった。ノーフェイスだっけ？ノーフェイスっていうのあった。うん。あ、了解も。了解でーす。了解でーす。どうもどうも、ペニーさん、花火ありがとう。おはようございます。仕事何してましたか？一番近いのが A 型作業所っていうところで働いてて、利用者っていうんだけど、軽作業とかラインスタンプ作ったりとかいろいろやって、で、あと何やった？まあ、自営業が多かったりとか、アルバイト60個ぐらいやったかな。もうやってはやめて、やってはやめてみたいな。ダメなんだよね。働く意欲が全くない。俺は労働者向いてないわ、と思って。労働者辞めたんだよね。労働者向いてない。プップクブー。だから、なんだろう。働くの向いてなかったんだろうな。多分。サラリーマンも2回ぐらいやったかな。正社員で働いたの。したい仕事なかったですか？なんか、そもそも俺は、仕事をするって誰かのために働くことだと思ってて、
だってさ、現場が一番辛いのに現場が一番給料が低いじゃん。で、株主が一番楽じゃん。で、株主のために働いてるようなもんじゃん。なんだこれ意味わかんねえと思って。なんか一番辛いことやってるやつが一番給料低くてさ、一番楽なやつがさ、一番金もらってるって意味わかんないじゃん。一番楽で。俺向いてねえわ、と思って。ね、やめた。配信で食ってけるようになったのは、ここ半年ぐらいだから、配信業は比較的短いんじゃないかな。配信自体は4年やってるけど、食えるようになったのは最近だからね。だからまあ仕事としてやってるのでは比較的短い方、まだ駆け出しだと思うけど。俺の中では。まゆさんいらっしゃい。初見さん。まゆちゃんありがとう、コメント。最近だよな。比較的。いや、まあ、自分でやっていくのが一番向いてると思うけどな。なんか、なんだろう。今配信で食えてるの？うん、タメ子さん俺配信で飯食ってるよ。いや、もうどれくらいだろう？半年ぐらいかな。配信は仕事？それとも趣味？俺は趣味でやってるつもりはないね。俺あんま趣味ってあんまり好きじゃなくて。趣味で、なんか、憂さ晴らしみたいな感じがするから。花火ありがとうございます。アイテム、風船5個ありがとう。だから、俺は仕事って考え方も、趣味って考え方も嫌いで、はい、いらっしゃい。仕事って考え方も趣味って考え方も嫌いで、仕事があるから趣味があると思って、対になってると思ってんの。で、仕事っていうのはやりたくないことをやって、趣味でやりたいことにお金かけると効率悪いじゃん。せっかくプラスで嫌な、マイナスのことやってお金だけプラスになって、そう、プラスになったお金が趣味で消えてくんだよ。なんだこれ？と思って。だったら、自分のやりたいことだけやったらプラスじゃん。やりたいことやればプラスなんだよ。でしょ？で、さらにお金が入ってきたらプラスじゃんって考えるの。わかる？マイナスを作りたくないの。例えば、よく例えるのが、じゃあ、年収1000万です。ただ超やりたくないことをやってます。だけどお金はあるじゃん。趣味とかにフェラーリを1000万使いました。フェラーリ買いました。で、俺バカバカしくて、それプラマイゼロに見えるの。それニートと一緒だよって思っちゃうのね、俺は。だったら、ニートが何かやりたいことだけやって、例えばプロゲーマー、ゲームが好きでゲームやってるだけでハッピーじゃん、ニートって。お金はないけど。だけど、ゲームの腕が世界一になって1億円稼ぎましたとか、1000万稼ぎましたとか、の方がすごくない？って考えるの。だから、極端に言うと、やりたくないことをやって月100万稼いでるやつよりも、やりたいことをやって月15万稼いでるやつの方が価値があるって考えた、俺は。俺は。だから、やりたいことやって稼ごうって決めたんだよね。だからいつも言うんだけど、仕事とかじゃなくて、俺はただ単に好きな人と好きな場所で好きな時に好きなことを好きなだけやる。ただそれだけだって言ってたよ。時間の方が、価値が高いのね。お金よりも、俺の中では。時間とか、あとストレスがかかることっていうのも極端に嫌いなの。だからストレスになることはやらない。やりたいことしかやらないって決めてる。なんでかっていうと、俺はやりたいことやるために生まれてきたから。その代わり、やりたいことを決めたら、そこには言い訳しないって決めてるけど。やりたいことをただ単純にやり抜くっていう。それでよくないかな。別に誰かに迷惑かけてんならダメだと思うけど、誰にも迷惑かけないんだったら、すげえいい人生だなと思って。俺はそういう人生がいい。
だから別にね、やりたくないことやって金稼ごうとは思ってない。やりたいことで1億円稼ぎたいと思ってる。それは多分普通の人の1億円とは価値が違うと思ってる。まあ、いい人生だと思うよ。自分で生きてて、恵まれてると思ってる。みんなストレス抱えながら仕事してるのも何か役に立ってるし、それをやりたくなければ違う方、働き方をすればいいと思う。いや、別に、なんつうんだろう。俺は何かしら役に立ってるっていうか、仕事は基本的にいいことだと思ってるけど、俺は嫌な、仕事は基本的に尊いことなの。ただ俺が嫌なのが、やりたくないことをやってんのに、不満を弱いやつにぶつけて働いてるやつっているんだよ。俺はそういうのはクソダサいと思ってて、お前が選んだんだろ、その仕事っていう感じ。だから、文句があるなら自営業やればいいし、っていうふうに思うの。普通にやりがいを見出して働いてる人は俺はすげえかっこいいと思うの。別にサラリーマンだろうが何だろうが関係ないと思ってて。仕事は基本的賛成なのよ、働くことっていうのは。だからそうじゃなくて、やりたくもねえことを不平不満タラタラでやってるやつっているな。で、生ポのやつを叩いてるとかさ。これはそういうのはクソダセえと思ってて。いやいや、お前が選んだんだ、その生き方って。自分の生き方には自分で自信持てよって思うの。なんかね、退職の理由のほとんど、もうほんと4割ぐらいが人間関係で辞めてくらしいよね。性格悪い人多いから。いや、まあ性格悪いとは別に思わないけど、わかんないけど、なんだろう、いいんじゃんっていう。不満がなければいいんじゃん、自分の生き方に。俺はピンでやってる方が全然楽だから。その代わり食えなくなったら自分の責任だけどね。そこは一生懸命やっていくけど、配信好きだから。仕事をしてるって感覚は普通の人とは違うかもしれない。俺は遊んでるだけだから。遊んで金稼いで何が悪いんだっていうのが俺の考え方だから。あんまり他人に関心はないよ、俺は。別に好きなように生きていいと思ってるけど、ただ噛みついてくるのはムカつくけどね。別にお前の人生なんか知ったこっちゃねえよっていうふうに言うけど、もし噛みつかれたら、お前遊んで金稼いでバカにしてんのって。バカにしてるって。お前の生き方クソかっこ悪いよって言ってやるけど、噛みついてきたね。だって誰かが働くんだから、俺が働かなくたって誰かが働くんだよ。それだったら俺が最高にパフォーマンス発揮できるところでさ、活躍してた方が社会のためになるもん。それがたまたま配信だったっていうだけでしょ。たまたまだよ、たまたま。
飯、なんだろう。なんか、人のことが羨ましいっていうのがそもそもあんまりないんだよ、俺。自分は自分の生き方でいいな。自分は自分の生き方でいいでしょ。おはよう、うさぎ番長。おはよう。うさぎ番長なんか俺の母ちゃんに顔がそっくりなんだよ。なんか気まずくなるんだよ。あ、うさぎ番長放送やってると思って顔開いた。なんか母ちゃんに顔似てんなと思って。いってらっしゃいや。パターン青、ブロックです。だるい。ワードさんの最初の配信見てた。歯磨き10分しますとか覚えてます？最初の配信じゃないよ、それ全然。それ全然後半だよ。歯磨き、しかも10分じゃなくて2時間やったから。めちゃめちゃ白くなったよ。似てる。似て、多分、いや。俺あんま母親に似てないんだよね。性格とか似てるけど。親父の方が顔似てるから、俺は。でも系統は一緒だと思うよ。面長でさ。まあ美人だと思うけど、うさぎ番長は。でもなんか、母ちゃんと同じ系統の顔だから。なんかちょっと笑けてくるんだ。俺の最初の配信、全然スタイル違うもん。いや、美人だと思うけど、抱きたいとは思わないよ。こうやって正直嫌いですか？興味があんまりない。嫌いと好きってすごい感情が近いんだよ。実は大嫌いって大好きだったりするの。こうやに関してはあんま関心がない。いや、嫌いとか以前の問題だよ。関心があんまない。だって女の子もそうじゃん。中学生の頃とかってさ、大嫌いだった人が大好きだったりしない？でも気持ち悪いやつとか興味ないでしょ。キモートとか興味なかったでしょ。名前すら上がらなかったでしょ。そういう感じ。あんまり関心ないよ。嫌いも好きもないです、僕は。ホヤに。アチョがね、主役なのにね、昨日は。関心ある人はいますよ。います、います、全然。最近なんか配信者としてのドレさんは飽きてきた。リスナーとしては飽きてきたね。そろそろフォロー外すかもしれない。最初ドハマりしてたんだけど、もうだんだん飽きてきた。どれさん、
ドルさん飽きてきた最近。いや、でも、あるでしょ、正直。これ、ディスとかじゃなくて、スキルの問題じゃなくて、飽きるじゃん。面白いってなるけどさ、ロングで見れる人とさ、なんか3ヶ月ぐらいで、パターンが読めたら面白くないんだよ。もうこの人こう言うだろうな、みたいな。あ、絶対この人こう言うってなったら、もうつまらないんだよ。だから聞く意味ないんだもん。質問も面白くないんだもん。だからうなちゃんマンすごいんだって。何聞いても答えが違うんだもん。昨日言ってた答えと今日言ってる答えが全然違うんだもん。だからうなちゃんは面白いんだよ。飽きないもん。だってさ、前の日にはよ、こう言ってたんだよ。やわどよ、おい。俺がよ、捨て頃出たらよ、お前、俺がよ、誘ったんだよって、お前和道がよ、言っていいぞ、なあ。飯一緒に食おうぜ、ああ。で、次の日ね。で、次の日なんて言ったのって言ったよ。おい、おめえのせいでよ、恥かかせたんだからよ。うちのリスナーはよ、全員和道大っ嫌いだよ。おめえもう二度とコメントすんな。こんな手のひら返しある？いや、次の日だよ、これ。すごくない？次の日に180度変わるのよ。これは面白いよね。子供かよって。だからすごいんだって、うん。そう。だから飽きさせないのって結構大事なの。ヒロ君毎度。おはよう。なんかひがみアンチが多いっすね。俺ね、最近ヒカルくんのモノマネできるようになったんだよ。結構似てるって言われてんだけど、ヒカルくん聞く？俺ヒカルくんと金梅、あのね、うなちゃんマンとゆいかさんできたの。で、野田総理ができかけて、稲子もできたの。で、金梅さんができるようになって、ついにヒカルくんができるようになったの。俺の中の特徴で、好きな人じゃないとモノマネってできないのよ。聞きたい？バイさん、いいっすよ。体動きますよ。酒飲みましょうよ。やっちゃう。やっちゃう。いいっすよ。ワンさん、今日強いっすよ。ちょっと似てるでしょ？好きな人ほど俺モノマネできんの。なんでかっていうと、研究してるから。似てるっしょ？似てるっしょ？ヒカルくん。多分ね、これ完コピだと思うよ。似てるっしょ？これは、俺の中で、結構完成度高いと思う。チャンマンは酒飲んでるから発言が変わったりするとか。いや、多分病気だと思うよ、俺。フラチャンマンは。似てるっしょ？本人より似てる？うん、俺結構モノマネうまいんだよ、うん。ポイント完璧押さえてるぞ、うん。これこの前ちょっと披露したら、すげえ受けて。そう、みんな似てるって言った。で、みんな笑、本人も笑ったってことは、これ本人に、お墨付きもらったからね。ヒカルは情をもっと映してよ。金梅と女ばっかり。じゃあ酔っ払ってたんだよ。もう出来上がってたんでしょ。うん、まあでも、アチョウもう帰ったのかな？アチョウすごいよね。ホーヤのモノマネ、だから、ヒロ君さ、さっきも言ったけど、好きな人じゃないとできないんだよ、モノマネって。モノマネって、降臨術なの。その人の魂とかをなりきるってことなの。だから、ビートたけしのモノマネ、松村邦弘なんであんなうまいかっていうと、松村がビートたけし大好きだからなんだよ。嫌いな人はできない。嫌いな人っていうか、関心がない人はできないよ。うん。誰でもできるってわけじゃなくて、その人のことが好きだから、癖を見抜いたりするっていうか、この人絶対こういう風に言うっていう。うん。ふわかを観光ビシュで捨て頃出たら無敵。うん。そう、リスペクトから絶対来る。で、ちょっと悪意を入れるの。モノマネを面白くするつもって。
モノマネが面白い、会社の上司とかのモノマネで受けるやつとかって嫌われるんだよ、その本人から。なんでかっていうと、ちょっと悪意を入れるの。そうするとめちゃめちゃ面白くなるの、モノマネって。荒野の方が閲覧取れると思うよ。ゆくゆく。だけどね、なんだろう。カオルーンね、アンチとファン、要は好きと嫌いって全く一緒なんだけど、アンチとファンは紙一重なんだよ。あ、ファンじゃないんだよ、それ。あ、亀尾さん、わざと。俺はよく言ってんだけど、アンチも囲いも気持ち悪いっつってんの。気持ちが悪いんだよ。囲いって本来いい意味でネットの人って使ってるけど違うのね。イメージしてほしいのは、例えばみんなが、じゃあミスターチルドレンで例えます。ミスターチルドレンっていうバンドがあると。で、その時にファンだったらアイテム買いたいな、今日のコンサートなんだろうって列並びながらカップルで楽しんだり、友達とネット見ながらこの曲いいよねってやるのがファンなの。グッズを買ったり CD 買ったり。で、アンチっていうのはわかるよね。見もしないくせに CD を批評したり叩いたりする人。で、囲いがなんで悪いのか教えてあげようか。例えば、私のもの私のものって桜井くんがバーってボーカルが出てきた瞬間わーって囲い込んだら嫌じゃない？何々くんこっち向いてーとかやってる人って気持ち悪いでしょ。普通のファンからすると迷惑行為をする人なんだよ、囲いって。要は私のもの私のもので、その囲いほどこういうの、桜井くんが誰かと結婚しました、最低っていうの。桜井くんはそんな人じゃなかったのにあんな女と付き合って最低って。ジャニーズもそうでしょ。普通のファンは普通に応援するじゃん。だけど自分のものだって考えるから自分の都合の悪いことになるとアンチになるの。囲いとアンチは全く性質が一緒なの。だから俺は普通のファンを大事にしていく。俺はね、囲いなんかいらない。俺の放送に気持ちが悪い、うん、囲いもアンチもいらない、いらない、うん、気持ちが悪い人間として。おう、バレーにはいらっしゃい。みんな対等でいいじゃん、別に。普通に。普通に和道のこと好きだわ、つって。それでいいじゃん。囲いは古いよ。うん。ね、囲いいらない。ほんとに。アンチもいらないけど。アンチも囲いも両方とも気持ち悪いやつだと思ってるから。アンチのモノマネやってやるよ、じゃあ。アンチのモノマネやってやるよ。うん。またワイドがコメント、またあいつ放送開いてる、ほんと気持ち悪いやつだな、ちょっとコメントで遅くってやるわ、つって、ちょっとホットドッグ食べながらね、つって、おい、ワイド死ね、ハゲ、お前詐欺で天下三覇じゃねえか、この野郎、つって、おめえ童貞だろ、つって、俺も童貞だけど、つって、こういう感じだから、ね、全員こんな感じだからね、アンチって。これ、完コピだろ。こんな感じでカタ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 ずっとやってんだから、最高に嫌なモノマネだよ。おい、みずきちゃんいらっしゃい、おはよう。完全に俺じゃねえかとか。俺大体そんな感じだと思ってるよ、あのアンチって。多分ね、今2ちゃんが荒れてるよ。二ちゃんのスレッドでもアンチがすごい発狂してると思う。いや、やっぱ一目置いてるよね、俺。あいつらはね、あいつらは囲いになれないから。そう、悪意が面白くするんだよ、モノマネは。ちょっと悪意多めでいったよね。悪意マシマシでいったよ。ハゲダルマ先輩はどつ？青山くん喧嘩慣れしてるから手強いかもね。そこなんすよ、川田ホテルさん、そこなんすよ。そうなんだよ。いや、だからアンチはだから囲いと一緒だから付きまとい行為は得意なんだよ。ドレさんはね、ドレさんはまだできないんだよな。ドレさんはまだできない、うん、もうちょっと磨いていく。
だからあれだよ、サメ島さんがホープさんのモノマネ超うまいじゃん。あれ悪意込めてるじゃん。家と時計と車をもらえる。すごいよね、青山さん。何ももらえない光る。自分の行動を振り返れば。ちょっと待って、俺も傷つくからやめよ、カオル。今俺も傷ついたから。あいつさ、時計、ガガミラノとさ、16万ぐらいする時計と、もう一個10万ぐらいする時計と、車と家もらったんだぜ。ふざけんなよ。で、AV 女優と、AV 女優のココロちゃんと、超可愛いココロちゃんと毎日デートしてんだよ。ふざけんなよ、本当に。俺の対戦相手どうなってんだよ。ふざけんなよ、本当に。今日新宿行こうと思うんだけど、カラオケ以外で遊ぶ場所ってどっかある？俺と遊びたいの？どっか行く？どっか行く？カラオケ以外で遊ぶ場所って、新宿別にカラオケで遊ぶ場所じゃないから。新八丁のモノマネできるんですか？新八丁はね、多分できるけど、それこそ、新八丁なんかガチガチに囲われてる系の生主だから、向こうの囲いがこっちの全員アンチになるから俺はやらない。新八丁のモノマネやらない。ココロちゃん可愛いよね。すげえ可愛い。今は余裕はいらない。いやー、また今日もスパーリングだよ。で、絶対ね、なんかね、俺ヒカルくんとやらされるんだよ。多分組みやすいから、俺タツヒコさんとヒカルくんばっかりなの。金梅さんと俺だと、俺がアスペだから、ね、怪我さ、ね、いや、遊び行く？うん。いや、まあ、だからレパートリーはさっき言ったけど、うなちゃんまん、ゆいがさん、金梅さん、ヒカルくん、あと誰？ちょっと待って、うな、ゆいが、金梅、ひかる、あと誰だろう？あと誰かやるっけよ、俺。あ、ゆいがさんとうなちゃんまんと金梅さんとひかるくんぐらい。4人だ、今、レパートリー。うん。うん。金梅さん？ひかる。マジか。タバコ吸ってくるちょっと今日、あとのお箱さんで、ね。ちょっとね、調子悪かったね。え、でも本当に、金梅さんの雑談ってこんな感じだよ。本当に、俺よく研究したの。コメント欄見ないで見てみたら、本当に、ってずっとやってるだけなんだよ。本当に喋ってないんだよ、金梅さんって。これ本当だよ。俺びっくりしたんだよ。閲覧2000ぐらいあって、ふわっちに何話すんだろうなと思って、ずっとコメントブワー流れてんだけど何も言ってないの。そう、笑って飯食ってね、タバコとかって言ってるだけなんだよ。すごいよね。もう成り立つんだこれで放送と思ったもん。はい、たくみさんおはよう。めっちゃ似てるっしょ。コメント欄消して、ばえさんの放送一番面白いかんね。もう俺腹抱えて笑っちゃったもん。ツボってなんか。金梅さんの雑談面白い。笑ってるだけっつうか、なんかニヤニヤしながらなんか焼肉食ってるイメージ。最近パンダだよ。まあだから俺がやってるのは多分酒の飲みながら、まだ酔っ払ってない時の金梅さんだよね。いや、なんかそういう、なんかやっぱ切り取るところなんだよ。好きなところを切り取っちゃうんだよ、モノマネするときって。ここが好きだわっていう、わかる？だからちゃんまんだと調子乗ってる時のちゃんまんだよね。減らってる時のモードをちゃんまんできないの。アイラはそれできるんだけど、アイラも意外とちゃんまん上手くて、で、アイラはなんか知んないけど、減らってる時のちゃんまんのモノマネが上手いの。いや、なんか、いいよ、もう。いや、おいちゃんはよ、とか。なんか、アイラのやるちゃんまんは、ああ、いいんだよ。いや、もう終わってっからよ。ああ、悪かったな。いや、悪かったよ。いや、おいちゃんはもうダメだから。っていうやつをやんの、アイラは。俺はあんまここ好きじゃないから、あんま上手くないのよ。
もっとブリ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 言ってる、わーってなってるのが好きなの。うん。アイランさんも結構うまいよ。うん。そう。作戦会議配信、青山は寝配信、勝負あったかな。なあ、そう余裕あるんでしょ、青山。アイラ寝配信、アイラじゃねえや、青山寝配信。電話かかってきて機嫌悪くなるぐらい。いや、そこを切り取っても多分面白くないんだよね。やっぱりね、ずーっとね、ずーっと何も発しない。何にも言わない金梅さんが好きなんだよ、俺。大好き。あと、ゆいがさんはよくやるもんね。ゆいがさんはよくやる。野里通りはできかけたんだけど、すっごいムラがあって、俺の中で。ハマった時すげえ似てるって言われるんだけど、第一声目でできなくなるんだよね。できるかな？あ、今日できない。できない。今日できない。最近見てないもん。野田のこと。最近見てないからできないわ。なんかね、独特のトーンなの、声が。すごい変なところから声出すのよ。だから何言ってるかわかんないんだけど。すごいマッチメイクだよな。練習を一切やらない青山と。練習は一切やらないけど、喧嘩強い青山と、練習はするんだけど、喧嘩がめっぽう弱い俺っていう。すごいカードだよな。ある意味、青山で良かったのかもな、対戦相手。やりづらいけど。これこれで一つ、興行としてね、いいカードだったかもしんないよ。アリとキリギリスだよね、完全にね。殴られてる数が断然ワード多いから、冷静に行けば勝てる。あー。確かに、打たれ慣れてる数と経験で言う、結構大事だよね。で、ヒカルくん、タツヒコさん、ドレさんとかいろんな人のパンチ見てるから、確かに、そういう意味では慣れが出るかもしれない。パルパル、だから興味ない人はできないんだよね。うん。嫌いな人と興味ない人はできない、うん、大好きな人ほどモノマネの精度は上がるんだよ。だから一時期三輪明宏とかずっとやってたり、ケイン小杉とかずっとやってた、うんうん、おいチーいらっしゃい。メリクリおはよう。おはようございます。あのね、ゴングと同時にラッシュ仕掛けないとって言うじゃん。それも賭けなんだよ。結構素人目線だと思う、それは。格闘技やってない人の意見だと思う。うん。格闘技やってない人の意見。
俺はリスナーが恋人。ニキプリちゃん、こんにちは。ガードも練習してるんだわな。いや、俺ガードは下手なんだよ。ディフェンスめちゃめちゃ下手。ディフェンスは下手。ディフェンスは下手っていうか全部下手だけど。何お前一丁前に語ってんだって話だけど。全部下手だけど、ディフェンスはひどい。特に。まあ、今日次第だよな。ほんと。ダメだよ。ただ殴られ慣れてるだけだよ。でも殴られ慣れてるって結構重要なんだよね。意外と。意外と重要。タフになるとかそういうことじゃなくて、なんて言えばいいのかな。このパンチは痛いなって分からないとダメなんだよね。このパンチもらいたくないなって思わないとダメだし。うん。お見合いはする気ないよ。うん、ただ、素人目線すぎ。アキさんは。テルは結構攻めすぎず守りすぎずって感じがバラバラ、スタンスが良かった気がする。だから変拍子みたいな攻めで相手のペース崩すぞ。正解。それで俺、ドルさんにさっき、ちょっと相談したの。俺は今インファイトだと思ってて、青山攻略の鍵は。多分ね、ミドルレンジで差し合っても、ぶっちゃけな話、リーチは俺の方がちょっと長いの。ただ、スピードがあいつあるから、で、ステップイン、俺もステップインジャブだから、詰まるんだよ、多分距離が。こう打つから、二人とも。こういうステップインジャブなのね。だから、お互いがその技だから、相性が悪すぎる。一気に詰まるの、距離が。そこでのパンチがね、お互い下手だから。捨て頃6月の10日。そう、俺もインサイドだと思ってる。そう。フリーランサーさん正解。ハメオさんも正解。で、リズム崩そうと思ってて、それで、デンプシーロールってどうなんすかって聞いたの。今日。青山、フットワーク使ったんじゃなくて、インファイトに持ち込んだらどうしていいかわかんなくて、かがんじゃってたの。あれは、初心者特有の、俺も、ヒカルくんもよくやってた現象だから、ただ練習してないのが出てるだけ。攻め、ヘッドギアないっすよ。ヘッドギアなし。ただね、グローブ16オンスだから。コーナーに詰める、そう。あそこしかないんだよ。今弱点つけるのが。唯一見つけた弱点なんだよ。だからインファイトにもつれ込んで、ただね、動画見てる人だったらわかると思うんだけど、俺もヒカルくんもこれ、両方同じなんだけど、ミドルレンジの差し合いはできるようになってんの。こう、遠くの距離から、こう、ジャブが当たるか当たんないかの距離での差し合いとか、ローキックが当たる距離は、まあ見れるようになったんだけど、距離が詰まるとね、なんかね、ちょっと後ろ構え、こうなっちゃうの。わかる？ヒカルくんも俺も、なんか、普通こうやって殴るじゃん。インファイトって、ボクサーって。だけどね、なんか、なんでか知んないけど、こうなっちゃうんだよ。わかる？要は、ストレートのパンチばっかり練習してきてるから、遠くからのこの、ここでパチパチやるのは上手くなってんだけど、インファイトの、こう、体重乗せるパンチを覚えてないから、なんかね、こういう腰の入ってないパンチになっちゃうんだよ。できたよ。ユニフォームあるよ。もう全部。うん、ほら。黒で。リスナーさんが黒がいいって言ったから。ロシアンフックはね、3、4回使ったけど一発も当たってないんだよね。あれは、本当の後半戦に見せる技だと思ってる。ちょっと迷ってますね、マットちゃん。練習を続けるかどうかは。捨て頃が決まってるんだったら1年間やり込もうとは思うけど、だけど、地下格闘技とか出る気はないし、プレゼントしようと思ったのに、ああ、じゃあ銀行振り込みお待ちしてます。アイテムか銀行振り込みお待ちしてます。ぜひぜひ。その分アイテムちょうだい、ボンちゃん。
もうやばいよ。20万ぐらいかかってるよね。20万ぐらいトータルかかってるよ。この出費捨て頃だけで。ギャラ3万なんでもう、やばいよ。お金は汚いからやだ。いや、困っ、俺食っていかないと、こういうのできないからね。対戦相手が、相性がいい対戦相手だと仲良しになって戦うのをためらいますよね。それはね、多分女の子の考え方だと思ってて、練習見てたらわかると思うけど、じゃあヒカル君と俺が手加減してお互い殴り合ってるかって言ったらそうじゃないんだよ。リスペクトも大事なの。やっぱりある程度。ね、憎いから殴るって女の人の発想なんだよ。仲良くても殴れますよ。容赦なく。ただ、何が俺らは嫌だかっていうと、怪我させるのが嫌なの。お互い。好きだから。要は、怪我するっていうの分かってるわけじゃん。こういう風に蹴ったらと。でも蹴らないといけないから、だから嫌なの。女の人の場合、そこなんだよ、多分。心配してる場所が違うの。殴れないんだよ、女の人は好きな人を。男は殴れるの。ただ、怪我したりとか、遺恨が残るのが嫌なの。男は。別に殴れますよ。殴りますし。ヒカル君とも本気でやってるでしょ、お互い。手加減してないよ。手加減っていうか、ある程度力加減はしてるよ。ただ気持ちの面で手加減はしてないよ。そんなのしたら相手に失礼だから。そう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 。男の喧嘩はそう。男の喧嘩と女の喧嘩は違うよ。女は嫌いじゃないと殴れないんだよ、多分。男は別に好き嫌い関係なく殴れるから。感が鈍らない程度に。っていうか、体はやっぱ良かったのは、ほんと体が変わったんですよ。まず、慢性的な肩こりが全くなくなったの。もうずーっと肩こってたのが、のんちゃんに肩ガッツガチだよって、これ病院行きなよって言われて揉んでもらってたのが、なくなった。柔らかくなって、常に血行が良くなったの。あと、まあ体がちょっとシェイプアップして、綺麗になって痩せたねって言われたりとか、服が、T シャツ着てても、当たる場所がさ、お腹が当たってたのが、ここで当たるようになったの。T シャツが胸で止まるようになったんだよ。あと肩幅がついたから、T シャツ似合うようになってきたし。体はもう3ヶ月前と全然違うと思うよ。まあ、ただの運動不足だったんだけど、そういう意味で、なんかこう、スポーツ的に、ね、体を維持するためにとか、健康のためにってやっていこうとは思うけど。俺はタバコはやめる気ない、いつも言ってるけど。そうだね。試合は、全力でやりますよ。全力で。新宿着くの、俺が適当だからな。俺、あと今日、スパーリングだから、どうしよう。あんまりがっつり何かコラボするっていう気分ではないの、正直言うとバレーによ、今日は。俺自身は。ちょっと練習モードではあるから、飯食ったりとかどう？飯食ったりとか。ああ、それは言われるね。顔つきがすごい変わったっていうのは。俺は女の人には暴力振るわないから、そういうなんか、偏った、なんか男の人はみんなそういう感じみたいなのやめてほしいよ。俺は女の人に暴力振るったことなんか一回もないよ。仮に青山が勝ったとして2回戦は、トーナメント制じゃないよ。何言ってんの ?3 分3ラウンドで死ぬ死なないって言って、スタミナゲロ吐くとかみんなゲロ吐いてんのに、まだやらせる気なの。K1 じゃねえんだからな。あれって、何年もプロライセンスを持ってて何年もやってる人がやるんだよ。12ラウンドとかって。3分3ラウンドを4回試合1日にやるとかっていうのは一流がやることなの。そもそも、プロライセンス取って初めてのボクサーだってグリーンボーイって言って4回戦しかやらせないんだよ。みんなはテレビ見すぎ。2回戦とかねえから。顔は踏むのはルールはないよ。いや、DV なのに好きなの。俺別に DV とか思わないけどね。ムエタイショーツ。そう。あ、そうなんだ。ハーフね。いろいろ迷ったんだけど、履いてみた感じ、これが一番良かった、ね。
ああ、辰彦さんは経験してるもんね。3分1ラウンド3試合、トーナメントやってますもんね。いってらっしゃい。よく言うわ、ほんとに。ていうか、3分3ラウンド素人がやりきったら拍手起こっていいレベルだと思うよ。やってる人は感動すると思うの。3分3ラウンドよくやりきったって。それだけで涙が出るぐらいなのに、3分でへばりやがってとか言うんだよ、素人は。やったこともねえくせに。やってみろよ、この野郎。リング上がれよ。吐くぞ。絶対っていうか2ラウンド目動けないと思う。あ、全く別だよね。そうそう。亀尾さんが、亜生さんふわって結構やってるよ、昔から。最近閲覧伸びてきてる。独自のファンをゲットしてるからね。戦わず話し合いで解決するのが大人だと聞きました。スポーツなんだよ。おーすげえ。花火10個ありがとう。にゃんにゃん。ありがとう、すげえな、朝から。もともとだって宗教家みたいなもんだもん。3分3ラウンド、プロでもへばる。プロでもへばるんだよ。みんなもういいよな。俺もコメントでキャッキャキャッキャを解説枠とかやりたかったよ。ありがとう、ミュール。俺も解説枠やりたかったよ。ああ、甘いな。ヒカルくん、ダメだよ。ってやりたかったよ。あと、ヒカルくんと金梅さんがどれくらい成長してくる、来てるのか。一週間ジムでバッチバチにやってきてるからね。1ラウンド無制限なんてルール聞いたことない、俺。ありがとう。1ラウンド無制限なんてルール聞いたことない。時間は3分ですよ。つい買っちゃった。どうなるかな。ステッカーもデザインしないとな。発注かけないと。ステッカーも発注しねえとな。金梅さん、いや、そんな弱くないけどね。別に呼んだの俺じゃないし。プロ、もう、そっか。そうだね、プロレスにはあるね。おはよう、ホームラン級のバカ。ラムネが引っかかってんの。ホームラン級のバカ野郎さん、おはようございます。3分1ラウンドで1分、うん、3分1ラウンドでフルで戦うっていうのもやってみたかったな。川底だけで3万8000円ってよって何。
ツイッターワロタって何？文脈がわかんねえな。私のツイッター？ミュールの。写メ上げといた。非公開じゃねえかよ。めんどくせえな。ツイッターで非公開設定してるやつほんと嫌いなんだよね。見せる気がねえんだよ。ネット向いてないよ。非公開にするやつ。まあ勝手に笑っといてください。非公開なんで見れませんでした。自分のスタイルが確立できるほど強くねえよ。基礎ができてからでしょ。非公開の人は見ない。Facebook も非公開とかあんの？無職がタバコ吸うな。全然無職でタバコ吸っていいと思うけど。そんな法律ないけど。どうした？なんか無職に対してコンプレックスがあんの？君は。いってらっしゃい。いってらっしゃい。無職なのにタバコ税払ってるぐらい律儀なんだよ。でも俺多分さ、俺無職だって今叩かれたけどさ、下手なさアルバイターより稼いでるからね。悲しいことに。どっからが仕事なの？俺別に配信業とかプロ配信者とか別にねえいいよ、それは置いといて、俺下手なさアルバイターよりさ稼いでるのよ。それでも無職なの？俺だってトータル3、40稼いでるぜ今。3、40稼いでるだったから普通じゃない？30歳で手取りで3、40って。ロードワーク4キロ、4キロいかないかな、 3.8 ぐらいかな、3.8 キロ。4、50万稼いで文句言われんだもんな。すげえムカつくよな。ねえ、確定申告してな、ねえ、やって何が悪いんだって話でしょ。ロードワークやってますよ。それがいつまで続く？お前に関係ないわ。お前には関係ないわ。人の心配する前に自分の心配しなさいよ。
それがいつまで続くじゃないよ。お前じゃあさ、コンビニ店員にさ、いちいちさ、君時給いくらなんだよ、もっとマシなところで働きなよ、君こんな仕事がいつまで続くと思ってんだよって言う？いちいち弁当屋さんに行ってさ、松屋とか吉野屋とか行ってアルバイターに言うか？君いくら稼いでんだ、こんなの将来性ないぞ、結婚できないぞって。大きなお世話だよ。何様なんだよお前は。月30なんて無職と同じだ、悔しかったらもっと稼いでみろってこと？ああ、そういう叱咤激励なの。俺は1億円ぐらい稼ぐ気満々だから頑張るよ。頑張ります。コンビ店員です。ペンコさんごめんね、俺が言ってるわけじゃなくて、例えね、例え。言わないでしょ、うん、働いてる人に対しては。じゃあ君の中では俺が働いてないことになってんの？職業差別？君の中では俺は働いてないの？完全に職業差別だよね。じゃあ YouTuber にはなんて言うの？ YouTuber は仕事じゃないの？稼いでる人が偉いわけじゃないからね。俺にとっては俺にお金を払ってる人同士が俺に何かを言う権利ないよ。だって俺のお客さんは俺にアイテムくれる人だけだもん。君俺にアイテムくれないでしょ、アキさん。でしょ？ただの冷やかしだよ。君がやってる行為ってね、定食屋さんに入って、なんだこのまずそうな飯は、お客様注文してくださいって、やだ、お前みたいなまずそうな飯は食わない、大体なんだこの店は、ゴキブリがいそうじゃないか、お客様って、他のお客様に迷惑ですので出て行ってもらえませんか、いや俺は帰らない、俺は正義のためにこれを言ってんだ、こんなのは仕事じゃない、なんだこの残飯みたいな飯は、お客様帰ってください、こういうことやってんだよ。でしょ、汗をかいて頭を下げることだけでか労働ではないよね、無職の論理だな。だから君にとって無職って何なのよ、みんなだって働いてるんだよ。みんここにいる、ここにいる多くの人は俺を仕事だと思ってくれてるのよ、配信業なのを認めてくれてんのよ、君だけなのよ無職だっつってんのは。だから君にとって YouTuber とかどうなのって聞いてんだよ。YouTuber とか。なんで俺は働いてないことになってんの？別に配信業仕事だよね、ゴリチェルね。うん、ストレスには酒が一番。日曜日は朝から酒飲むのが最高。アル中だよ、アル中。うん、俺酒飲みじゃないかな、下戸だかんな。あ、引っ込みがつかなくなっちゃってんの。YouTuber も無職なの。お前法律勉強した方がいいよ。お前日本向いてないよ。アフリカとか行きな、アフリカとか。お前向いてない、日本。日本のルール向いてない。アメリカとか日本のルールダメだと思う。もっとね、北朝鮮とか行きな。いや、普通に仕事でしょ。っていうか、お金稼いだら仕事だわ、全部。八百屋さんだって会社の肩書きないよ、弁護さん。個人事業とか。ヒカキンを無職だっていう、だって YouTuber が無職ならブロガーとかライターとかも全部無職なんだよ。わかる？この人の論理だと、YouTuber が無職、配信業も無職だっていうことは、多分テレビ業界に勤めてるタレントも無職、テレビマンも無職、どっから北朝鮮だととか言ってる。そうじゃなくて、いや、共産国に行った方がいいと思うよ。向いてると思うよ、君は。だって君の論理だとテレビタレントも無職でしょ？テレビマンも無職でしょ？ライターも無職でしょ？ブロガーも無職なんだよ。
あ、ゲーセンの店員も無職だし、プロ野球選手も無職だろうね、この人の論理だと。いや、お金をもらったら職業なんだよ。プロなんだよ。どんな人でもお金が1円でも発生したらプロなの。俺の定義だと食っていけるようになったらプロなの。要は、日本だとまあ15万あったら食っていけるわけだよ。生活保護の基準が13万ぐらいでしょ。だから13万以上稼いだらプロだよ。どんなに貧乏でも。ほっといてあげようか。いや、どういう何が言いたいのか最後まで聞くよ。うん。だろうね。そうだよね。こうちゃん、そうだよね。でも立派な職業だと思ってるから、俺は。便利屋はどうなんだろうね。だから人格否定をする、したいんだよ、この人は。俺という人間が嫌いで、嫌いなのどこをつつこうかって考えてんの、夏って人は。でもね、そこは理屈じゃなくて感情だから、論理性が働いてないの。論理的な思考ができてないの。感情的でしょ？それは認めるが、一生懸命働いてる人のことも忘れないでくれ。お前がディスってるの。俺は一生懸命働いてる人をリスペクトしてるの。お前がただ単に悲願でるだけ。お前、俺が楽して稼いでると思ってるだろ、アキ。お前、俺が楽して稼いでると思ってるだろ。俺は、たまに態度の悪い店員見ると、めちゃめちゃ怒るんだよ。お前、時給1000円でその不愛想はねえだろって。お前、どんなにやってても時給1000円もらってんだよって。隣の店員見てみろ、ニコニコ挨拶してよって。俺が、1000円稼ぐのに、どれだけ苦労してるんだよって。俺、4年間も配信やってんだよ。別に俺のこと関係ねえかもしんないけど、金ってそんな甘くねえわって本当思うよ。1000円楽にもらえるのがどんだけ楽か。それを不愛想に不適されてやってる店員見ると腹立つよ、殺意湧くよ。お前舐めんなよ、仕事。俺がここまで来るのにどれだけ時間かけてると思ってんだよ。俺働いて、一生懸命働いてるやつリスペクトしてるわ。てめえみてえなクズとちげえわ。ねえ、ゴリチェルね。汗水垂らして働くのと偉いと思うけど、そのストレスをここにぶちまけないでくれ。本当だよね。いい迷惑だよ。ブログでも書け。俺が一日何時間やってるか。この4年間平均11時間ぐらいやってんだぞ、俺。1日のうち11時間配信やってんだよ。ようやくここ半年食えるようになっただけだろ。それを努力と取るか遊んでると取るか別に構わねえよ。ただおめえに無職とか言われたくねえわ。おめえより稼いでるから。少なくとも。お前よりも価値が認められてんの。アキ。お前よりも価値が認められてんの。それをひがむな。うん。自分語りする場所だから、ここは。バカ。配信って自分語りをする場所なの。それを聞きに来る人がいるの。バカなの。お前が荒らしてるだけ。お前は自分で語りたいことがあるならブログでも書け。和道無職ブログを今すぐ書け。YouTube で和道無職チャンネルを今すぐ開設して勝手にやれ。おめえじゃ稼げねえから。バカだな、本当に。俺に今100人のリスナーさんがいるのが当たり前だと思ってんだよ、こいつは。どれだけ努力してきたか。なめんなよ、配信業。お前は何やっても結果出せないかもしれないけど、俺は努力したわ、自分のやりたいことで食っていくための。うん。ね。そのためにバイトだってしたし、何だってやってきたんだよ、こっちは。お前にその能力がないからって俺をひがむな。それは俺の責任じゃなくてお前の問題だ。それがわからないんだったら去れ。他の枠で慰めてもらえ。だから、わかる？お前どうせ無職だぞ。お前、俺、お前ね、IT 系の社長やってるんだよ、お前バカ。俺は全然無職。お前、俺は全然否定して、一生懸命働く。
バカだな、こいつ。本当に。俺本当働いてないけどさ、つって。ワード、本当面白いわ、こいつを作ってると。こいつの囲いマジ気持ち悪い。カタ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 、つって。わかる？こういう奴らだから。絶対そうなんだよ。働いてなくて。さっき真似したのこいつだから。おあんたギャーギャーみっともない。本当にみっともない奴だな。こいつは本当にどうしようもねえ。社会を良くしないと本当に。俺正義、正義、俺正義。本当日本良くしないと、つって。帰れ、本当に。帰れ帰れ。おはよう、野生ジェイさん。俺の中のデブのイメージはホットドッグ食ってるイメージなんだろうね。ホットドッグを食べながらコメント打ってるっていう。謎のホットドッグ推しなんだよ。うん、リスナーは放送、回数重ねて確立するものだから、和道さん頑張ってリスナーがついてくるものだと思う。そうだよね。そう。なんか、ホットドッグを常に食ってるイメージなんだよ。いや、なんか、俺のこと無職だ、無職だって叩いてくるやつがいて、秋っていうやつなんですけど、じゃあどっから、どこが無職なんだって話をしたら、YouTuber は無職なのって言ったら、YouTuber なんか無職だって言うから、じゃあ、なんなのっていう。なんで俺に八つ当たりするのっていうところから、分析が始まってましたね、浩平さん。どう思います、浩平さん。はって感じですよね。じゃあ、YouTuber 動画編集したりとか一生懸命ネタ考えたりとかするので、稼いで成功してる人も無職だって言うんですよ。意味がわかんないじゃないですか。だったらテレビタレントとかブロガーとか、いろんな職業あるけど、そういう人たちも無職なのって聞いてるんですよ。全然意味わかんないですよ、おめえ。配信業の方です。配信業も無職だって言われました。配信業も無職って言われました。で、みんなが、ほとんどの人は、いや、ちげえだろ、つって。ホットドッグに偏見はねえよ、俺。ホットドッグディスじゃねえよ。型？配信業の型です。配信業は、ないんだって。配信業は無職なんだって。ゲーム制作者も無職だでしょ。公務員とかだけなんじゃないの？働いてんの？さあ。いや、ホットドッグいらねえわ。太るわ。配信に貢献してくれているから君は無意味じゃないぞ。この時代立派な職業ですよね。まあ、普通そうなるじゃないですか。で、みんなそう言ってるんですけど、もう配信業はもう認めないっていう。もう絶対無職だって言い張るんですよ。他人の妬むな。人をリスペクトすればおのずもリスペクトされる。そこだよね。本当にそう。どんな職業でも頑張ってるやつは頑張ってるんだよ。どんな職業でもクズなやつはクズなんだよ。だから職業批判に意味なんかないんだよ。全く意味がない。だから人を見る目がないんだよ。はい、ワード2。ビシッとしたスーツだけ着てる人間だけが、まっとうに働いているっていう固定概念の塊。ねえ。便所掃除だって意味があるんだよ。快適なうんこ生活。俺意味のないことなんかないと思ってるよ。そこに気づけるかどうかなんだよ。どんなに些細なことでも、身の回りにあるものすべて人が介入してるの。この T シャツ500円か600円で売ってるけれども、まず、その、繊維かなんかの植物を植えてる人とか木を伐採してる人とかいるわけじゃん。わかんない。なんか化学繊維かもしれないけど、それを開発してる人とか。で、これを染めてる、染め物を開発してる人とかさ、この染めの色まであるじゃん。このタグにも意味があるの。タグを作ってるだけのやつもいるんだよ。そう。で、メーカーがいて、デザイナーがいて、そこに流通って言って、運転手が運んでくれて夜中。で、店員さんがニコニコ売ってくれてるんだよ。どれだけの人間がこの製品に関わってるか。職業差別ほんと嫌い、俺はリスナーさんからもらった金でそれを購入してるんだよ、俺の職業を否定するってことは俺を支えてくれてる人の否定でもあるんだよ。許せねえよ。
ありがとう、バーガー。このバーガーがこの T シャツを買わせてくれてるんだから。やめてくれ、くだらねえから。ね、古いよね。もう新しい概念についてこれないんだよ。運び屋なんだ、ありがとう。夜中にさ、交通整理のおっさんが死にそうになりながら交通誘導してる姿はしみじみ立派な職業だと感じた。世の中歯車。そうだよ。俺はだから、俺の役割って何なのかって言ったらさ、みんなそれぞれの仕事わかんないよ。いろんな人がいるから。いろんな仕事でストレス溜まってたりとかしてるわけじゃん。息抜きなんだよ、ここって。要は、水商売に近くて、なんで、そのスナックとかに通うかって言ったら、やっぱ帰る場所が欲しいんだよ。人にちょっとほっこりしてから眠りたいんだよ、みんな。で、その、なんだろう。俺らはだからバーのマスターとかキャバクラのお姉ちゃんとかなんだよ。簡単に言うと。それが仕事だと思ってる。だから俺はよく言うのは、配信業っていうのはみんなの暇つぶし。そう。みんなの暇をいかに潰せる優秀なコンテンツを作るか。ただ、この暇つぶしって奥が深くて、ディズニーランドも暇つぶしなんだよ。スタジオジブリとかアニメとか漫画とか全部暇つぶしなんだよ。だけど、暇つぶしがないと世の中つまらなくなるんだよ。北朝鮮みたいな国になるんだよ。俺はそんな国住みたくないんだよ。もっと自由で、もっと笑いがあって、もっと笑顔になる国になった方がいいんだよ。だから、俺らは、そういう役割だと思ってるよ。体張って、なんであいつ喋るのが仕事なのに殴られてんだろうなとか面白いじゃん。あれこいつキックボクサーじゃないのになんでリング上がってんだろうとか面白いじゃん。だけど正直ギャラ3万割に合わないですよ。だってユニフォームとかさ、プロテインとかさ、練習の費用とか交通費とか全部で20万ぐらい吹っ飛んでるんだよ。絶対割に合ってないんだよ。ただなんで俺捨て頃に価値があるかっつったらさ、みんな見たいじゃん。俺がぶん殴られてるところ。クソ面白いじゃん。ニート戦わせたらクソ面白くない？息のいいさ、やんちゃなさ、喧嘩強えさ、24歳とさ、32歳のみんなの可愛い可愛い和道をさ、おいちょっと可愛い和道、リング出ろっつって。面白いじゃん。俺はだからそこに価値があると思ってるから、ねえ、それでまた新しく面白かったよ、和道ってなるじゃん。ねえ、そのために俺命張ってんだぜ。それで無職扱いかよっていう。ふざけんじゃねえよっていう。今まで応援してくれた人の気持ち考えろよっていう。うん。そうそうそう。最高の暇つぶし。だから俺ディズニーランドがライバルだからね。ミュージシャンとかライバルだからね。松本人志ライバルだから。ビートたけしとかさ。宮崎駿とか。エヴァンゲリオンとか敵だよ俺の。だってエヴァンゲリオン見られちゃったら閲覧減るからね。うん、君の名はとか許せねえよ、本当に。そう。だから俺は、それで、だ暇つぶしのピエロ野郎とかさ、言われるんだったらいいよ。うん、なんかこの、クソ芸人がとかさ、クソ配信者がとかさ、クズ野郎とか言われるんだったら、あ、クズだよって言える。さすがに無職はねえだろ。ね。かわいいかわいいワードさ。エヴァンゲリオンにはちょっと勝てないけど。頑張るよ。あ、同世代なんだ。30代ね、厳しいっすよ。今日の練習、また夕方の、夜の7時からまたやるから見て。夜の7時から。19時から。ただ19時から、便所太郎さんの枠でやるか、金梅さんの枠でやるか、光くんの枠でやるか、誰の枠でやるかわかんない。逆に和道さんの暇つぶしって何ですか？俺は人生暇つぶしって本当によく言ってて、これ悪く言ってるわけじゃないのよ。生きてる、死ぬまでの暇つぶしなんだよ。で、暇つぶしをするんだったらダラダラやりたくないの、俺は。最高に笑顔で、最高に楽しくて、最高にスリリングで、もう最高に腹抱えて笑える人生にしたいのよ。この暇をつぶすってすごく難しいの。だから、俺は人生暇つぶしだと思ってる。だから暇つぶしの職業につけるっていうのは俺は最高の職業だと思ってるから、うん、体張っていきたい。もちろん難しいよ。普通につまらない日もありますよ。今日ノリ悪かったなとかあるじゃん。誰々とコラボ成功だったとかさ。だけど毎日毎日みんながこうちょっと面白かったわとかちょっと笑えたわっていうのは毎日練習。お前さ風呂場で練習してんだぞ。
俺がさ、モノマネの練習やってるっつって、うえ、やっつわ、そっきばえさん強っせって、これさ、風呂場で練習してんだよ、俺。おい、お前よ、全然ダメだよ、とか、これ練習してんだよ、俺。このモノマネ。お前よ、便所よ、俺がよ、ボクシングの企画をよ、やるからよ、な、おい、って。これ全部練習してやってるんだよ。バカみたいでしょ。気違いだよ、近所からすると。風呂場であいつなんであんなダミ声で喋ってんだって。これを普通にやってると思ってるんだよ。俺がダラダラカメラの前で。アホかよ。磨いてるんだよ、牙を。毎日毎日。そんな面白いことないだろう。そう、だから、その彼女とか友達とかができると本当にずっと笑ってるの、隣で。またやってるって。一人で笑ってたりとか、一人でエアコメント読んでるんだよ。いや、聞きたくなかったけど、こうやってるんだよ。やってるから本番出せるんだから。俺にとってはこれ舞台だから。ミュージカルだから。磨いてるんだよ。もう喉の調子整えてるんだよ。発声練習からだよ、朝。朝鏡の前で、いーってやってから始まるんだよ。いーって笑顔の練習して、こう、髭整えて、わざと部屋汚くして、こう、おしっこにペットボトルとか入れて、こう、わざと積み重ねて、もう努力の結晶だから。あ、でもね、俺本当に怖かったのが、末期のニコ生やってた頃は、電車の中に一人でいると、俺、すごい過集中って言って、そう妄想しちゃうんだけど、現実世界で本当にコメントがこう流れた時、俺怖かった。もう世界に入ってんのよ。で、なんか、よく言われるのが、声でかい、声でかいって言われるの。ポンポン叩かれる、声でかい、やめてって、恥ずかしいからやめてって。そしたら一人で雑談やって、コメント読んでんの、俺。電車の中で。もう病気だよ、統合失調症。本当に、これはまずいと思った。本当にリアルの世界でコメント読めるぐらいもう減らってたもん。だし、今はもう捨て頃の夢だよ、毎晩。本当に怖いの。だって、寝てるじゃん。そしたら、なんか、胸にドーンって降ってきて、うわーと思って起きたら、自分の左腕、ジャブが落ちてきて、起きるんだよ。びっくりするでしょ？寝てて、なんかボクシングの夢、ボクサーなんだよ。ドーンってなって起きて、うわーと思ってね、夢だと思ったら、ここに拳があって、こうやってやってんの、夢の中で。これ、寝ながら。笑うっしょ？末期だよ、末期、完全に。だから、それくらいの気持ちでやってるんだよ。間違いなくね、努力はしてますよ。それが努力、実るとは限らないけど、そのね、それで閲覧増えるのかって言ったら増える世界じゃないけど、気持ちはそれくらいでやってんのよ。職業病なの、本当に。だから、なんだろう、街の中もネタ探しなの。例えば、その、ちょっと盛るんだよ、やっぱり。だけど、面白いものを探して、旅配信で面白かったのが、なんだっけな、プーマのショップがあったの、商店街に。もうプーマっつって、プーマのショップバーってなって、そしたら階段から若いね、スポーツマンのお兄ちゃんが出てきて、もう腹抱えて笑ったよね。T シャツ思いっきりナイキなの。もう、あれは腹抱えて笑いそうになったよね。だからもう街見てても、その、そういう、なんか面白いやついないかなみたいなアンテナ常に張っちゃうのが病気だよね。うん。多分ね、寝配信してもね、伝わんないと思うけどね。そうそうそう。やっぱり配信者とか芸人さんってネタを探しちゃうよね。面白いことないかなとか、面白いこと作んないとなみたいな。そういうのはあるよ。うん。じゃあそろそろ皆さんお疲れ様です。今日の、夜の、19時から、2017年5月28日夜の19時から、スパーリングがあります。今日はですね、便所太郎さん、ドレさん、金梅さん、ヒカルくん、テルチャンピン、ワド、タツヒコさんの7名かな、7名でスパーリングをやります。多分ね、便所太郎さんが金梅さんの枠で夜の7時から放送されると思うので、ぜひ皆さん見てください。で、前回と前々回のスパーリングの動画は僕の YouTube に動画をアップロードしてますので、この画面の下に文字が流れてると思います。そこの URL をクリックすると、YouTube チャンネル登録できますので、ぜひ YouTube のチャンネル登録もよろしくお願いします。Twitter、Facebook、LINE などの、フォローもよろしくお願いします。それではお疲れ様です。
前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バッドボタン押してんだよもう。